FNS 歌謡祭 2000FNS 歌謡祭 2000FNS 歌謡祭はフジテレビ系列で2000年12月7日19時21時54分に生放送された通算29回目の FNS 歌謡祭2000年代に入って初の放送前回は19時22時14分と初の3時間突破だったが今回は2年振りの19時21時54分と3時間を 超えなかった。なお、単独での3時間未満放送は、この回が最後、20世紀最後の放送。演歌勢は、この回のみ、出演なし。スマップは、東京タワーから生中継で出演して、ライオンハートを披露した。演歌、歌謡曲勢は、出演なしだった。今回のトップバッターは、嵐が昨年に引き続き、2年連続で2回目の、担当して、 感謝感激雨嵐を披露した。大鳥では、郷ひろみが初めて担当して、なかったことにしてお披露した。ジャニーズ事務所からはスマップ、トキを、キンキキッズ、V6、嵐の5組が出演した。2015年12月16日放送の 2015FNS 歌謡サイザライブは19時21時54分と3時間未満だが、 この2週前の同年12月2日放送 2015FNS 歌謡祭と合わせると7時間を超える。ありがとうございます。